そうそう、そういうのでね、バビロン2世ってすごい私の中でよく覚えてるアニメなんだけど、うん、この中にさ会長ロプロスっていうのが空を飛ぶのよ、うん、3匹ぐらいいるんだよね確かね。ポセイドンは海を行けでしょ、でロデム変身地をかけろってさ、ロデムってなんか黒いさ豹みたいな、うんうんうん、歌えるよ私これ全部、うん、なんだけどこのロプロスっていうのが実はこのマクス・エルンストのロプロプっていうのから来てるんだって。ああそうなの、すごいの。ロプロプって何かっていうとね、うん、超人なんですよやっぱり、うん、この頭、鳥の頭で、あ超人ってそっちの超ね、超人、そう、鳥、鳥人って書いて超人ってことね。そう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 、でその超人は何かっていうと、ある時、うん、飼ってたオウムが死んだんだって子供の時、うん、そしたら妹が生まれたんだって、うん、ちょうどその時に、うん、それで妹はこの飼ってたオウムの命を吸い取って生きてきたんだ、あ生まれてきたんだって思っちゃったんだって。あなるほどね、生まれ変わりとかじゃなくて吸い取ったと思った、吸い取ったって思ったみたい、うん、それで自分の中でこの超人っていうの、鳥の人間みたいなものがこうなんか膨れ上がって、それがだんだんこの絵になってったらしいの。